はい、こんにちは、リです。今日は HSS 型 HSP の彼の脳内を6個再現してみました。考えすぎるとはよく聞くけど、実際どんなことを考えているのか、そしてパートナーのできる対策などもお話ししているので、ぜひ最後まで動画を楽しんでいってください。ご飯どうする、先生さん。今日ご飯、うん、あーどうしようかな、どうしようかな。そもそも何時に寝るかに変わるよね。時間何時かな、何時ぐらい食べる。6時半ぐらいかな。6時半。うん、6時半か。お腹空いたでしょ。そうだね。てかこの間出した YouTube の投稿6時半だったけど、どれぐらい再生もあったかな、覚えてないな。てかさ、この間投稿した YouTube、うん、再生回数どれぐらいだった。再生回数は分からん、1000ぐらいじゃない。1000回か。時間変えたらもっと伸びるのかな。どうなんだろうな。ご飯どうするって。ああ。何食べたい。そうだね。何食べようか。なんだっけ、何時、6時半だった。6時半ね。ね、6時半ね。6時半。やっぱめっちゃいい天気。もう夏じゃん。もうやばいな、夏じゃん。てか夏服買ってないな。え、セカセカ？セカスト？うん、急に？うん、けどこれが欲しいの。めっちゃ傾いてるんだけど、ちょっと直そうかな。これを端っこ持ってきて、こうやったらめっちゃいい感じだよ。ほら来た。ああ、俺何にもしてないのにな。みんなめっちゃいろいろやってんじゃん。あ、また何かあったの？また何かあったの？大丈夫よ、やってるよ。セルさん、あ、ひじきって体に癒やしよ。ツイッターで書いてあった。ちなみに何が体に？何が？だから何が体にいいんだろう。なんかいい。え？何かいい？え？どういうこと？何が体にいいかわからないけど、毎日食べたしてるってこと？ん？何かこう、例えばなんかお肌にいいとか、なんとかとか、なんかないよ。わからん、調べてみる。髪の毛いいんじゃない？わからんけど、骨を丈夫にした、イライラを和らげるとか、鉄分、貧血に効くとか、いっぱいあるって。ああ、はいはい、はい、じゃあ、だったらいいよ。うん、毎日食べましょうか。めっちゃ天気いいな。ちょっと写真撮ろっかな。よっしゃ、いい感じ。とりあえずストーリーしよう。どうかなこれ。いや微妙か。皆さん、いや違うな。いや書けねえな。どうしようかな。悩む。セットさん、ストーリーするって言ってたけど、ストーリー考えてるけど、ずっと考えてるよ。天気いいよって。じゃあなんか天気いいよとかやったらですね、こうただの報告みたいなのか、なんか意味わからんみたいな操作。いいよ別に天気いい。はい、終わり。やば、めっちゃ天気と。やば、もう終わったし。うん、はい、終わり。やば。傾いてんね。何が傾いてんのこれ。傾いてないよ、何が。あ、分かった、見てほら。足の長ささんさ。何が違う、一緒じゃん。ん、なんか傾いてん、ほら、なんか傾いてないよ。ほら、こいつなんかあれが開いてないだけでしょ、画面が。これ、うん、ほら、あー、うん、あ、まあ、今だったら傾いてないかもでしょ。だから開いてないか、ごめんな。はい、ということで芸人みたいなんだよ、これ。ということで、あの、はい、HSS 型 HSP のセイタさんの頭の中で考えていることっていうのを6個紹介していきました。はい、みがもね、はいって、ね
で、じゃあ生徒さんがこの HSS 型 HSP っていう気質を持ってるんだけど、うん、それって何っていう人も多いと思うので、うんうん、ちょっと簡単に紹介だけしたいと思います、はい、そう HSP っていうのが、まあ、いろんなことに、そうそう、敏感だったり繊細だったりみたいな人で、それに HSS 型だから刺激追求型って言って、刺激を自分から追い求めていくタイプ、うん、刺激を追い求めていくけど繊細の HSP の部分があるから刺激にやられてすごく疲れたりとか傷ついたりしてしまうっていう、このなんか矛盾するみたいな気質、うん、行動したいけど怖いみたいな感じっていう気質を持ってるので、ちょっとなんか普段から考えることが多いよねっていう、生徒さんがいっぱい考えてるっていうのがあるので、今回はそれをあえてちょっと脳内を再現してみたんですけど、なんかウリが思ったよりも生徒さんいっぱい考えてるんだね。考えてる、めっちゃ、うん、本当はもっと時間かけていろんなこと考えてる、疲れるなそりゃって感じだったけど、うん、って感じ。でも言葉にしないから一切、そうね、なんか周りの人からしたら、うん、何も考えてないでしょみたいな感じになるけど、すごく考えてるんだけどねっていうところもある。じゃあこれせっかく6個喋ったんで、ちょっと一個一個簡単に話していけたらなと思うんですけど、はい、いいですか？はい、はい、お願いします。まず一つ目が話がどんどん飛ぶっていうやつですね。あれでしょ、さっきの晩ご飯でとか。あ、そうそう、マジで夜ご飯決まらないんだよね生徒さんと喋ってたら最終的に質問忘れるっていう、うん、今回はね、動画だから1回だけだけど、あの、ご飯どうするってエイリー多分3回、4回と聞かれるからね、さっき聞いたよね、みたいな感じのが多いから。そうね、なんでだろうと思ってたけど、そういうこと考えてたもんね。はい、そう、考えてないわけじゃないんだ、うん、めっちゃ考えてるね、いろんなこと。だ、違う方向のこと考えてるじゃあこれは私はどうしたらいい？どうしようもないんじゃない？めげずに聞けばいいそうね、めげずに聞いてもらえたら俺毎回、あ、そうだったっていうのが、もう口癖みたいになってるから、はいはい、分かった、じゃあいっぱい聞くようにするね。お願いします次はですね、急に出かけたくなるっていうとこですね。急に出かけたくなるとか、ね、急になんか行き先を決めちゃうっていう、うん、でもなんかよくあるのは、家で何もしてない時に急に、ね、エリー、今から自分行ってきていい？とか、うんうん、どうぞみたいな。もうエリーはもう別にもう慣れてるから、はいはい、どうぞ行ってきてください、もう好きにやってくださいって感じだけど、今みたいなのは多い。そうね、急にね、飲みに行こうとか、そうだね、どこどこ行こうってめっちゃ多いよね。1日1回は必ずある。そう、エリがでもそれに付き合いきれない時があるから、ごめんちょっと今はちょっときつい話はシュンみたいな、分かりやすいからそんな落ち込まないで、エリだって行動できない時あるんだからみたいな落ち込んでるっていうか、なんかこの気持ちがなんかみたいな、どこにぶつけていいか分からないから、はい、っていう感じかな。行けない時は行けないよ、ごめんねって言うから、それはもう全然、まあ、分かったってやってね、はい3つ目ですね、本人のこだわりが強い。そうだね、なんか細かいって言われるんだけど、うん、細かいわけじゃなくて、俺の中でこだわってる部分、納得できない部分だけはこうやりたくなるけど、そうそう、どうでもいいのはどうでもいいなと思うんだけど、だから洗濯物とかもだし、食器洗って終わったお皿並べる時とかも、うん、こうなんか均等にこう並べたいなみたいな、うん、バランスよくしたいっていうのが結構ある。だからエイリン洗濯物干したら洋服が本当にこなってるって言ったら、うん、バランスめっちゃ悪いじゃん、はい、綺麗にこうまっすぐしてやりたいなって思う、うん、そうね、そこに関してはでももうお互いに口出さないようにしてね、お互いのことね、うん、エリも生徒さんが細かいって分かってるから、生徒さんはそこまでやらなくていいから、そこはエリがあるから置いといてとか、うん、あえて言うようにして。そうね、大事よねそこで、うん、次、急に落ち込む。自分では無意識なんだよね。でも急に来るから。そう、よく落ち込んでるでしょ。落ち込んでるっていうか、なんか考えすぎてなんかうわーってなる。あれは考えすぎなんでしょ、頭が働きすぎてるからそうなる。あ、そう、そんな感じで、仕事のこととかでも、あ、なんかこれやりたいな、あれやりたいな、全然動けてないとか、なんかやる気がないとか、体調が悪いとか、いろんなのあるで、動けてなかったら結局何もやれてないっていうので考えて、なんかわーってなってしまうっていう。で、必ずそういう時は生徒さんに大丈夫だよって抱き言うようにして、うん、大丈夫だよ、やってるよって、その人が肯定できない分肯定しようって思ってやってる、うん、そうね、俺も普段の時は全然そんなのなくて、そうね、ポジティブだからね、エリより、うん、そこだけね、そばにいる人がサポートできればいいね。次、はい、いろいろなことに疑問を持つ。この間ドライブしてたら、瀬田さんがなんで海って青いんだろうねって急に言うから、そんなこと考えたこと1ミリもないなと思ったよいや、だからなんかふと疑問なの、なんか当たり前に青と思ってるけど、なんで青なんだろう、思わないって俺は思うわけさ。なんか多分この気質持ってる人は、うん、自分の中で納得できるできないっていうのがすごく大事にしてるから、納得できないことはずっと、うん、なんでなんだろうって疑問に思いながら違和感を持ち続けるんだよ。それね、本当にね。でも逆に自分の中で納得できて、あ、そうなんだって言ったら、あ、じゃあやろうやろうってめっちゃ逆にやるっていう。
いい意味では博識だけどね。そうそう、なかなか知恵とかなんかそういう経験はめっちゃ豊富になってる、うん、けど周りから見たらもしかしたらでも何でもクソもないって言うかもしれない。エリが思ったらどうしたらいい。それはしょうがないと思って。一応エリ調べるように言われたら調べるようにはしてるけど、うん、俺も自分で気になったら自分で調べるよ、うん、エリーから降ってきたんだったら、なんでエリー知らないのってなんでエリー知らないのって思うから自分で調べて。はい、いいよ。エリーも調べて行ったりするけど、あ、そうなんだって一緒にやったり。結構調べてるけどね。お互いに調べるよね。そう、お互いに調べるからね。やってるからうまくいってんだはずね。次、はい、SNS 投稿に時間がかかる。まあ SNS 投稿だけに限らず、なんかいろんなこと作業するときに時間がかかるから、これもやっぱなんかこう、さっきも出たようにいろいろ考えすぎてしまうっていうところが大きいかもしれない。気にするんだよね、すごくね。気にする、なんかこうやっていったらどうかな、あ、違う、こうかな、ああかなで、めっちゃ行ったり来たりしてるうちに時間が経って疲れて、あ、もういいや、すごいよね、で終わってしまう。本当にさ、ストーリーだけだよ。1時間から普通にかけるからびっくりする。気軽にストーリーしたらいいさって言うけど、気軽にって何みたいな、そこさっきの疑問が出てくる。だからなんか適当にやっといてとか苦手だよね。なんとなくやってた、ね、適当ってどれぐらいが適当とかさ、なんとなくって何みたいなってなってしまう。どの度合いだから数値化されてる方がいいんだよね。1から10のじゃあ3ですとかね。あ、そうそうそう、あ、だからあれが分かりやすいね。ご飯おかわりの時になんかちょっと適当に入れておかわりお願いしていいですから、はいはい、適当ってどれぐらいって言うから、はい、半分より少なめとか言われたら、はい、あ、OK ってすぐできるんだけど、じゃあそういうのを伝えるようにする。はい。ありがとう。あなたがいっぱい考えてるってことが今日分かりました、私は。はい。それが伝わったんだよ、かんない。本当に何も考えてない人って言われがちになるから、うん、そうなの、考えて考えて考えて、うん、いっぱい考えて最後の言葉だけポン出すから、うん、全然考えてない、うん、言葉が少ないから、そうそうそう、意見少ないねって言われがちだけど、うん、人以上に多分すごく考えてるし、うん、それでめっちゃ疲れるしっていうなるから、なんかちょっと理解されにくくて悩む人が多いなってはすごく感じる、うん。一般的に言われる HSP さんっていうのは、うん、この人口の 20-30% ぐらいだけど、この HSS 型 HSP って気質は人口の 6% しかいないって気質で、うん、やっぱすごく矛盾する気質があるから、まあ、近くにいる人とか、うん、パートナーに家族とかもやっぱりほぼ理解されないっていうのがあるから、うん、まあこういう感じでなんかこう本当に思ってること考えてることを言語化したりとか、うん、見える形にしてあげて伝えるといいかなと思ったりする、うん、確かにね。あまり理解されないからこそこんなせ今日動画にしたから、意外とパートナーとかも見たらあれかもね、あ、もしかしたら自分のパートナーこんなこと考えてるかもしれないなとかっていうきっかけになるかもしれない、うんうんうん、そうそう、ぜひ一緒に見てもらえたらなと思います。はい。ってことで今日は HSS 型 HSP の生徒さんの脳内ってところを再現してみたんですけど、あくまで一応生徒さんがこんなこと考えてるよっていうことなので、そうね、そうね、気質によって全員がこうじゃないからね、うんうん、まあ自分も確かにこんなことあるなとか考えすぎてるわとかって思う人がいれば、ぜひコメントに書いていただければなと思います ね、 ね、みんなで HSP 確かにって盛り上がったら楽しいし、そうね、共感できる人も多分絶対いるはずだからね。じゃあコメントもお待ちしてます、お願いします。はい。ということでまた HSP の動画だったりいろいろ投稿していこうと思うのでよろしくお願いします。お願いします。本日も あれ本日もって誰が言ってる、エリー、あ、いいです、ありがとうございました。あ、エリーか、はい、エリーだ、じゃあ行くよ。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。